米空軍 F10 の EX 戦闘機実弾発射実験に成功したとの情報をキャッチしました。今回は、この F10 の EX 戦闘機を詳しく見ていきますね。ステルス戦闘機とは違って、F15 は、ドッグファイトが得意分野です。そこに、最新鋭の装備が実装されると、また、厄介な戦闘機が出来上がりましたね。ある意味 F35 を超越している部分もありますね。2022年1月25日、アメリカ空軍が実戦部隊への配備を急ぐ F10 の EX、イーグルに身を置ける空対空兵器システム評価プログラム、WSEP の一環として実施された実弾試験に成功したとして発表した。試験を担当するエグリン空軍基地所属の第96試験航空団第40飛行試験飛行隊の F10 の EX に中距離空対空ミサイル、AIM-120D を搭載し、飛行中の無人標的機 BQM-167 スキーターを F10 の EX に搭載されている各種センサーによって探知、追跡を行って AIM-120D を発射して撃墜したとされ、この試験の成功によって FX10 の EX の実戦配備までに設けられているマイルストーンを一つ通過したと言えるのである。今回の試験に用いられた F10 の EX は、2021年3月にボーイング社から受領してフロリダ州にあるエグリン基地の第40飛行隊に配備された機体で、2021年5月にアラスカで開催されたノーザンエッジ2021に参加したほか、2021年10月にはネバダ州ラスベガスのネリス空軍基地で実施された大規模運用試験などに参加して、イーグルパッシブアクティブ警告生存システム、エポースの性能や、レーダー性能の検証と評価などが行われ、これらの新たに搭載されたソフトウェアシステムの問題点を炙り出した上で、改修が行われ、戦闘機としての成熟度が高められている。F10 の EX については、2022年中に、今回のような武装システム関連の運用試験を実施するとともに、実戦を想定した、運用飛行プログラムのアップグレードを続けていくことが計画されていて、アメリカ空軍では2024年には運用を開始して、将来的にはこの F10 の EX を144機導入する計画としている。F10 の EX は今のところはアメリカ空軍専用機として開発されている双発複座機であるが、パイロット1名のみでも運用可能で、これまでの F10 をイーグルとの差は、フライバイワイヤ方式による、飛行制御や、新たに開発された電子戦システムが採用され、最新のシステムによる、デジタルコックピットに、ミッションコンピューターなどが搭載されている。ミッションコンピューターには、アドバンストディスプレイコアプロセッサー II や、オペレーションフライトプログラムスイート 9.1X などで構成されており、1秒間に870億回もの命令処理能力を持っており、その他には、最新の AESA、アクティブフェーズドアレイレーダー、デジタル電子戦システム、12カ所に増設された、空対空兵器用のハードポイントなどが搭載されている。また、機体関連では、9ギガの高い重力加速度下においても、戦闘能力を発揮できるように改修されて、耐久性が向上しており、メンテナンス性に、などに関してもこれまでと比較して、大幅に向上している。アメリカ空軍では、F-22、ラプターや F-35、ライトニング2の2種類の第5世代ステルス戦闘機を運用しているが、そこに加えて、さらに、F-10 の EX をラインナップに加えようとしているのであるが、いかに、新しいアビオニクスを取り入れて、機体も改修しているとはいえ、F-15 が、1986年12月の初飛行から35年を経過している第4世代であることから、調達に反対する国防関係者や空軍関連シンクタンクなどが調達を否定しているとされている。アメリカ空軍がここに来て F10 の EX に着目しているのには、ここ数年の新型コロナ禍によって
アメリカ経済に悪い影響が出ており、アメリカ軍全軍の軍事予算が削減されるという事情が根底にあると見られている。アメリカ空軍によれば、F-15EX は、現在も運用中の F-15C-E とは、70% 以上の部品の共通性を持っているために、現状のままと同じ地上設備、格納庫、シミュレーターやその他の支援装備を使用することが可能であり、F-35 と、ほぼ同等の購入価格で、F-15 飛行隊を、数週間で、F-15EX に移行させることができるとしている。なお、ボーイング社では、既存の整備関連インフラ、電源車やトーイングバー、整備器具など、あらゆる機材のうちの約 90%、スペアパーツにおいても、約 80% を、F-15EX と F-15C-E と共通のものとして使用できるとしている。ただし、F-15EX には、F-35 や F-22 のステルス特性や、複数センサーからの情報を統合する能力を欠いているため、将来の戦闘機同士の空中戦においては、戦力とはなり得ず、せいぜい2028年頃までが、敵空域近くで運用できる限度となるだろうとされている。それらのことから、F-15EX の将来的な運用については、アメリカ本土と空軍基地の防衛、防空に制限される他に、あるいは、ステルス無人戦闘機とのチームを組んでの制御や、ネットワーク中継機としての役割なども想定されている。それでも、アメリカ空軍が、F-15EX の導入を急ぐのは、中国の戦闘機開発が、想像以上に進捗したことで、性能差における、優位性がなくなりつつあることへの焦りがあるとされている。アメリカ軍のジョセフ・ダンフォード統合参謀本部議長が、2019年3月14日のアメリカ議会上院軍事委員会において、F-15EX をあえて導入する理由を、アメリカ空軍の戦闘機数を確保するためとしている。アメリカ空軍が、現在保有している戦闘機の数をこの先も維持していくためには、年間72機の戦闘機を製造して導入していかなければならないとしているのであるが、F-22 は生産中止となっている上に、F-35 がエンジン問題などで計画通りに生産が進まないために、F-15EX で当面の戦闘機数を補填する必要があるというのである。一方、航空自衛隊でもアメリカに倣い、高価な F-35 より F-15EX の導入を進める声も上がっていたが、実は機体価格がほとんど変わらないことなど、から EX の新規導入ではなく、F-15J-DJ に近代化改修を施して延命させることになり、1985年以降、日本多段階能力向上計画、ズムシップが施されていた約100機の運用年数を伸ばし、アビオニクスなどに近代化改修を施す予定となったのだった。しかしながら、アメリカ側と交渉を進めるうちに、改修にかかる、設計費や部品、工具などが、様々な事情によって、大きく高騰してしまい、初期費用だけでも、1000億円以上になることが判明し、さらに部品不足などを理由に、当初の計画より、改修完了が、大幅に遅れる見通しであることも明らかになったことを受け、2021年4月に、岸信夫防衛相が、改修計画の精査を指示し、設計にかかる、費用や作業用施設などの整備に要する初期経費として、2020年度予算に計上されていた、390億円分の改修契約が、取りやめとなっていた。しかし、防衛省では、アメリカによる日本への対外有償軍事援助、FMS の活用で、改修費用を縮小できる、可能性があるとして、2022年度予算では、総額を決めず、事項要求として、予算計上を行って、アメリカとの交渉を続けていたところ、2021年12月30日に、アメリカ国防総省から、航空自衛隊の F-15 近代化改修プログラムとして、4億7、
$1,313,000、約 543.6億円以内での契約許可がボーイング社に授与され、2028年12月31日までの期間に回収が実施されることが決まった。これによって航空自衛隊の F-15 は日本独自で進めるスタンドオフミサイル搭載の他に、ペイロード、搭載可能弾薬量の増加や電子戦能力の向上が期待され、国産次期戦闘機の運用開始まで F-35A と共に主力戦闘攻撃機として延命されることになったのである。